はい、どうもこんにちは、たけるです。たけくらパート15、始めていこうと思います。はい、前回なんですけれども、前回こちらにね、はい鳥さんいますけれども、はい、こんな感じで半自動畑を作りました。で、ここのねレバーを引けば勝手に水が流れて、ここのポッパーで収穫ができるという、そんな形のシステムとなっております。で、今回はですね、これそう、サトウキビも半自動化しちゃおうかなと思います。で、今回はちゃんとね、粘着ピストンとかも用意しておきました。事前にね、やるでしょ?キラーン。てなわけで、もう隣作っちゃおうかなと思います。はい。だいたいね、構想はもう頭の中にあるので、その通り作っていければなと思います。まあ、サトウキビということなんで、一応今回は砂を使おうかなと思います。砂が 1,2,3,4,5,6 でいいかな。ここに粘着ピストンを並べるのかな。1,2,3,4,5,6だね。で、さらにこの上にもう一段重ねます。6と、こんな感じかな。棒を作って、棒とこれだね。で、ここにレバーをつけると。ポーチを置きます。待ってくださいね、僕自身もちょっと自信がないんでごめんなさい。で、ポン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 と並べて、レッドストーンと持ち、これで、なんとかなるか。リピーターをここに置いていって、まだなんとかなるぞ。ちょっと不格好になるけど、ひっついちゃいます。ごめんなさい。OK だね。これでですね、この状態でスイッチを入れると、あ、ごめんなさいここにレッドストーンを置いて、この段階で入れます。あ、ちゃんと、はい、こんな感じで出てくるシステムになります。これで押し出すんですね。せっかくなんで、ここはガラスでいきましょう。こんな感じで、これが押し出された状態なんですね。なので、この下に、砂かな?砂を敷きます。こんな感じかな?うん、OK だね。で、まあ、ここは、普通に塞いでやりましょうか。
ジリーショー。これで基礎は完成しました。あとはここを囲んで、ここを囲みまして、ここから水を流すと、はい、ここで止まりますので、ここにホッパー、ホッパーを作って、こう持ってこっちにつけます。はい、 OK です。こんな感じで基礎の構造は完成ですかね。でね、これだけじゃね、ちょっとつまんないじゃないですか。ってことで、二段重ねにしようかなと、企んでおります。せっかくなんで二段重ねちゃおうよっていうことですね。ではやっていきましょうか。ぴったり。OK。で、ここにもガラスをつけていきます。ちょっとダサいけどね。まあいいです、いいです。細かいことは気にせずに。あー、やっちゃったかもしれないぞ、これは。はい、もう一段上に上げまして、ここに粘着ピストン。よし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 。前回よりかはスムーズでしょう。ね。ね。ね。はい。こんな感じかな。やったらここにガラスをつけて、砂が残ってたかな？残ってたら砂でもできるんだけどな。皆さん、もう花粉の季節ですけど、花粉は大丈夫ですかね？僕はね、今年まだ来てないんですよね。なぜか。うん、なぜか。いつもこの時期になったら来るんですけど、今年だけなぜか来てないんですよね。なんだろう、遺伝子変わったのかな？なんでだろう。今年全然花粉大丈夫なんですよね。あー、なんか杉とかヒノキとか種類とかで決まるんですかね。僕の場合はまだ来てないんですけど、皆さんどうでしょう。うちの家族はね、みんな困ってますよ。花粉だ花粉だって騒いでますよ、本当に。よし。ちょっと木を切ってきます。ごめんなさい。もういつも素材足りないじゃないかよ。よし。上もこんな感じで OK かな。あとはこっちの水を流すラインを作れば OK ですね。この水を上から流したらどうなるだろう。うまいこと流れるかな。試してみましょうか。よいしょ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 。あー、横に行っちゃったー。ダメ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 。あー、行きましたね、うまいこと。うん、オッケーオッケー。いい感じいい感じ。じゃあ、こっち側はね、せっかくなんでガラス張りで行きましょうか。ね、こっちは不格好なんですけれども。あ、先に組み立てないといけないのか。上のシステムも作っていきまーす。丸石が足りないんだ。忘れてた。よーし。上の方は、ここかな？ここ
に置いて、あ、そっかそっかそっか、今流れてない状態を作らないといけないから、ここでもう一段上に、あーっと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 、これ今流れちゃってる状態なので、これをレッドストーントーチで上げまして、今下流れてないね、うん、でこれを引っ張ってきます。このまま僕もレッドストーンに関してはなんとなくしか分かんないんで、ごめんなさい、間違ってたらごめんなさいね。でこれでいいかな、よいしょ。であとは枠組みを組んでいきましょうか。おっと危ない、夜来るの早いな、もう夜か。一回実験してみましょうか。この状態、今2つとも閉じてます。これでオン、はい、両方動きましたね。こんな感じですね。いかがでしょうか、いかがでしょうかってこれで OK かな、よし。じゃあ5321と、入ったりないと、もう原木取りに行ってばっかりじゃん準備不足ごめんなさい。下手くそもうなんでこんな下手くそなの、僕多分アスレチック系絶対ダメですね。よし、よし、これで湧き潰しをしましょう。じゃダメじゃん、あーやらかしちゃった、まあいっか、ここはじゃあなしで、あいいねいいね、うん、こっちかちょっと丸出しだけど、まあ悪くはないんじゃないかなと思います。あとはガラスを貼って終わりかな。今回結構いいペースですね。いやー前回初めてのレッドストーンだったんですごい苦戦しましたけど、今回結構思ってたよりかはスムーズにいきましたね。まあ、皆さんにとってはね、おっせーよと思うかもしれないかもしれませんけど、いやーちょっとねサトウキビがねそこら辺にいっぱい植えちゃってるからね汚いんですよ。だから今回綺麗にするためにこんなのを作りましたと。ガラス足りるかな。あ、こっちの方の不格好なのはまた直せるかな。ええー、何？あーびっくりしたー。痛い痛い痛い。エンダーマン。あ、やめてやめて。何もしてない何もしてない。僕何もしてない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 。無理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 。ちょっと待って。何にも攻撃してないのに。来ないで。あ、今倒せるかも。ある意味チャンスだよねこれ。消えた。うわそれずるいわ。どこ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 。僕何もしてないです、無実です。どこ、あ
落とせエンダーパール。前から攻撃してきたんだぞ。よっしゃー、倒した。やったー。今まで勝手に不法、家の中に不法侵入してきたエンダーさん倒しました。エンダーパール落としたよね今。やったー、イエーイ。いやーね、あんだけ不法侵入されたらそれは倒しますよ。不法侵入しすぎ。で、ああ、こっちかはまた、いずれね、やっておきますので。ここだけやっとこうか。まあ、あとは収録外でやっておきましょう。とりあえず、サトウキビを入れてみて、実際にできるかどうかを試して、今回は終わろうと思います。1、2、3。よし。では、試してみましょう。3、2、1、ガシャン。お、流れてきてますね、ちゃんと。終わったかな？上に溜まってない？大丈夫？大丈夫だね。見てみましょうか。はい、余計なもんも入ってますけども、ちゃんと。あれ？あ、そっかそっか。はい、OK です。できま、うわびっくりした。こんなとこに潜みやがって、このシステム破壊したらお前怒んぞ。よし。いや、これ破壊されたら怒るよ、そりゃ。はい、ってな感じで今回は、サトウキビ畑の半自動化に挑戦してみました。結果うまくいってよかったですね。はい、こんな感じでこれからもレッドストーン活用して、いろんなもん作っていきたいと思います。はい、というわけで今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。以上、たけるでした。バイバーイ。